時は流れ、日向は新たな一歩を歩き始めました。カムカムエヴリバディ。日向は本格的に英語の勉強に取り組み始めました。そして丈一郎は音楽の世界に戻る決心をし、ルイは涙を流すくらい喜び、桃太郎は岡山の大学に進学。大月家は以前と変わらないようだけど、とても変わっていく。新しいことではない。以前やっていたことを再度挑戦するだけ。だけどそれは初めてやることよりも大きな一歩のようです。第100話のお話は、時代が変わり衰退していく時代劇のため、英語の勉強を一生懸命続ける日向。そしてついにノストラダムスが予言した年が到来します。それを心から信じている日向。回転焼きにライバルが出現しても、上司の榊原から時代劇界を揺るがすビッグニュースを聞いても、これがノストラダムスの大予言、恐怖の大王なのかと疑う。そんなある日、親友の一恵が浮かない表情で大月を訪ねてきて、第100話はこのようなお話になるようです。ノストラダムスの大予言は1999年7の月なんて言っていましたね。1999年7月のことなのでしょうか。今から23年前、何をしていたか覚えていますか？多分、大多数の人は聞いてはいたけど、忙しい日常を乗り越えるため、そんなことにはかまけていられなかった。そんなところではないでしょうか。いつの間にか、あ、過ぎてしまっている。それで、ノストラダムスの大予言のことも忘れていきました。それを日向は日々怯えながら過ごしているようです。単純というか、素直というか。あの時代より、2022年の現在の方が、よっぽど深刻な問題が、この世界には溢れているような気がします。そうすると、2022年の日向は大変ですね。そして、一恵の浮かない表情とは、榊原さんのことなのでしょうけど、先週、随分と泣かされてしまいましたが、昨日、今日と、随分物語が進んでいますね。第99話では、日向が精神的に急に大人になったような気がします。しかし、素直で憎めない女の子であることに変わりはありません。日向の部屋着、黒いおしゃれな T シャツかと思えば、白地の筆文字で、きびの城と書かれ、その下には少し小さめに、桃山健之介。小さな頃から時代劇が大好きで、今では映画村勤務、家では桃健 T シャツ。彼女も安子とルイ同様、ぶれない女ですね。立派です。そして、映画村繁栄のため、英会話に奮闘し始めましたね。きっと多言語の勉強なんて何から始めていいかわからなかったのでしょう。もともとコツコツと積み重ねるのが得意ではない日向。思い起こせば夏休みの宿題は最後まで一恵・小夜子ペアに手伝ってもらっていましたよね。ここもブレていないといえばブレていないのですが、結果を早く求めてしまうせっかちタイプのように思います。ルイも丈一郎もどちらかというとのんびりタイプですが、誰に似たのでしょう、日向のせっかちは。しかし、両親がゆっくりしていたら意外に子供が世話しなくなるのはなんとなく頷けるような気もします。おっとりした親の子供は意外にしっかりとしていて、そのしっかりした子供が大人になり子供を産んで育てるとおっとりした子が育っているように見えますが、いかがなものでしょうか。
そんな日向がついに英会話に本腰を入れました。毎朝早起きしてラジオで英会話を勉強、それを録音して何度も聞き、会話を暗記し暗唱。職場でもお昼休みにはテキストを広げ英会話に励んでいます。日向は何のためにとたまに思うようですが、ここまで本格的に頑張れるようになったのはサンタのおかげではないでしょうか。もちろん仕事の一環としてではありますが、岡山に行き、安子とルイの英会話に対しての思いを少し感じることができた日向だからこそ、英会話の勉強につながったのだと思います。しかし、そのおかげで、ナレーターの白田優さんのお仕事を日向がしちゃってますね。そして、早起きするおかげで、ルイの作るあんこのおまじないとともに、昔話も聞けるようになりました。ルイが岡山時代を口にできるようになったのも、サンタのおかげのように思います。生前は親の反対を押し切ってダンサーになると家出したり、帰ってきたかと思えば通帳を持ち逃げしたりと、少し男は辛いよの風天のトラを彷彿とさせるサンタでしたが、まあトラさんは通帳を盗んだりしませんが、最後に素敵な、そして偉大なプレゼントを置いていったように思います。風天の虎で聞き馴染みのある風天という言葉。漢字で風天と書くそうです。読めないし書けませんよね。改めて意味を調べてみると、定職というほどのものを持たず、ブラブラと日を送っている人とありました。まさにサンタ。そしてちょっと丈一郎にも当てはまってる気がしますが、その丈一郎もサンタのプレゼントを受け取った一人。なんとピアニストデビューです。上達が早くない?とも思えますが、実はここからが厳しい世界のようにも思います。ルイの安子に会いたいと思う気持ちに応えたくて、ルイを音楽でアメリカに連れて行くと誓った丈一郎。彼は本当にどこまでも人のために頑張れる人なんですね。しかし、多分期待されるのは苦手です。自分自身の心が動かないと行動には移せないタイプ。なので、夢が叶い、ルイと安子がアメリカで会えた後、ピアニストとして自分自身のために頑張らなければいけない試練が待っていると思います。頑張れ、ジョー。立つんだ、ジョー。と将来の丈一郎を思って声援を送るのはまだ早いかもしれませんが、丈一郎の思い、そしてルイの夢をもアシストするのがトミーですね。トミーが大月家ののれんをくぐって入ってきた時の高揚感たるや、サングラスを外しながら、サッチモちゃん久しぶりやなと笑った時は、ルイ以上に声を上げてしまいました。今や大スタートミー北沢に、日向はさすがでしたね。確かトランペットかバイオリンかなんかのって、すかさずアバウトな子やなと返し、ジョーにそっくりやなと続けるトミー。スターなのに気取らず変わらずで嬉しくなりましたね。そんな和気あいあいとした空気の中、丈一郎が正座に座り直し、音楽活動再開するよと報告を受けたルイの表情。なんでしょう、空気が一変して感動モードになりました。その上、時間はかかるかもしれんけど、僕がアメリカに連れて行くから、なんて言われてしまえば、音楽をまた始めてくれるだけでも驚きと喜びを隠せなかったルイなのですから、そりゃ涙も出ちゃいますよね。その涙に優しくハンカチを渡せればかっこよかったのですが、まさかの
布巾を手渡す丈一郎。大吹きやし、と泣きながら払うるい。相変わらず共鳴し合っています。丈一郎とトミー、トランペットでのセッションは叶わないようですが、また音楽を共にできることは本当に喜ばしいですね。いつか、いちこも交えての再会も期待したいものです。明日も楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。